皆さんこんにちは。おにぎりくんの日本語発音教室へようこそ。私は幸です。日本語の発音と口語の指導をしています。これから自動詞と他動詞をペアで勉強しましょう。自動詞は主語プラス自動詞の形、他動詞は主語プラス目的語〜何々をプラス他動詞の形で使うことが多いです。修飾語などが間に入ったり、言葉が省略されたりすることもありますが、基本の構文はこのようになります。 N5 から N1 までに出てくる約400個の動詞をこのシリーズに収録しました。全部で17種類の規則があります。今日は規則11の自動詞何々む、他動詞何々めるの形です。覚える動詞は6つのペアです。一緒に発音しながら覚えていきましょう。もし動詞を活用した時のアクセントがわからない方は、過去の動画を参考にしてくださいね。痛む、痛む。足が痛みます、足が痛みます。痛める、痛める。足を痛めました、足を痛めました。沈む、沈む。海に宝物が沈んだ、海に宝物が沈んだ。沈める、沈める。海に宝物を沈めた、海に宝物を沈めた。進む、進む。このまま進みましょう、このまま進みましょう。進める、進める。このまま車を進めましょう、このまま車を進めましょう。歪む、歪む。家が歪んでいる、家が歪んでいる。歪める、歪める。地震が家を歪めた、地震が家を歪めた。緩む、緩む。気が緩んでいますよ、気が緩んでいますよ。緩める、緩める。気を緩めないでください、気を緩めないでください。苦しむ、苦しむ。人が苦しんでいる、人が苦しんでいる。苦しめる、
苦しめる、人を苦しめている、人を苦しめている。本日のお話はここまでです。もしこの動画が面白いと思った方は、ぜひいいねボタンを押して教えてくださいね。そしてもっと勉強がしたい方は、おにぎりくんのサイトもご覧ください。日本語の発音と会話練習用のアプリもダウンロードできます。また個別指導をご希望の方は、そちらからお問い合わせくださいね。これからも一緒に頑張りましょう。